はい、枠取り直しました。こんばんは、和道です。よろしくお願いします。まったりやりましょう。まったり、はい、和道つ、おかえり、のんちゃん、おかえり。のんちゃん、さすが一番乗り早いね。さすがだね。はい、ただいま、くももいらっしゃい。はい、ペッキーワドツいらっしゃい。わ、釈迦の羽が落ちてる。トヤかな。栄養が偏ってるね。釈迦の羽。うん。綺麗な羽じゃないね。ちょっとね。片方が開いて、片方開いてないね。歪んでるね。ちょっと。釈迦今日一日中飛び回ってたからね。部屋のカゴ開けっぱで外出たから、ペコが戻らないからたまにはいいやと思って。そしたら二人とも仲良くなってた。野生に帰ってたね。あんまり外出しすぎると良くないんだよね。そうだよ、外に出せば飛べば飛ぶほど本能が呼び起こされるから、外に出しすぎると野生化するんだよ、文鳥って。結構ブログとか本とかに書いてあると思うよ。30分から1時間飼うんだったら。なんで？鳥の本能が呼び起こされるから。ペコなんか今日全然部屋に戻らなかったもん。大変だったもん。ハンターハンター、これハンターハンターさ、今回面白いんだけど、ネタバレって書いてあるんだよ、ここに。富樫さんがネタバレあえてねって。でこれ意味分かったんだけど、幻影旅団のこれ古い絵と差し替わってるのね。で死んだ人間は花になってるんだけど、これね背拍子見ると分かるんだけど、背拍子さ、クロロをイルミが狙ってる絵になってんの。だからクロロを殺すのはイルミだよっていう示唆をしてるんだけど、
現役旅団の中でね、多分生き残るのね、松だね、うん、多分これのことだと思う。松がここに隠れてるから、松は生き残るんじゃないかな。松が生き残って他は死ぬね、うん、ネタバレあえてねって。多分これね、そういう意味だと思うんだよね。松は死なないね、旅団の中で。多分ね、ここにここの表紙の作者コメント表紙の裏が別人物、多分ネタバレってこれのことだと思うんだよね。多分ね、俺の予想ね、富樫さんはこれやりそうだよね。でも今回ボリューム多くてよくわかんないんだよな。ちょっと分量が多くなってきてる。前回今保有してない、後半の6冊ぐらいしか持ってない。頭の中には入ってるよ。ハンターハンターは全巻欲しいかな。すごく面白い作品だから。ハンターハンター読み応えあるよね。すごく面白い。あ、ないね。てかね、芸人さんのね、あんまり評論とか当てになんないから、あんまりね、アメトーク好きじゃないんだよね。なんかただのファンがなんか真似してるだけっていうか、はい、笑い男ワドツー、あんまりかな、俺的にはアメトークは。本当に好きな人とか評論、プロの評論家が語ってる方が面白いね。漫画に関して評論あんまりないからね。考察はあるんだけど、あ、いいね、ありがとう。金って面白いよな。いいな、羽が生えるっていいな。すごいよね、これで飛べるんだもんな。でもあれだな、子供の頃釈迦の羽があんまり良くないな、艶がない。もう年だな、釈迦も。シャーちゃんも年だよ。ペコはツヤツヤだけどね、もう長くないね、折り返したね、人生。長生きしてほしいな、シャーちゃんは。ずっと一緒だったからね。ねえ、でももう4年経つもんね、釈迦が来てから。すごいよね。文章かわいい。
みんなはさ、でもさ、放送やってる人はさ、結構ハイスペックパソコン持ってるみたいだけど、何に使うの、そんなハイスペックパソコン。なんかソフトとかゲームかな、なんかゲームっぽいよね。ゲームなのかな。なんかそんなにハイスペックなパソコン何に使うんだろう。なんかあんの用途。ぬるぬる動くからって感じ。でもさ、 Mac mini がさ、あの Mac Pro よりすごくなったって笑うよね。ゲームか。大人になってからのゲームって楽しいの？よく飽きないよな。ベッキーもハイスペやんの？ハイスペじゃねえや、ゲームやんの？なんか俺ゲームに対する欲求が全くないから分かんないんだよね。ゲーマー多いよな、リスナーは。ゲーム楽しい？すごい楽しいんだ。でものんちゃんがゲームやってるところ知らないよ。俺と付き合ったからゲーム一回もやってなくない？やってんの？家では、家に帰ってる時はやってるの？のんちゃん付き合ってからゲームやってるところ見たことない。あ、まあ LINE やってるか。兄弟がすごかった。パソコンゲームの何が楽しいんだろう。俺逆にパソコンでゲームやらなくなったから、プレステ 1,2 ぐらいはずっとヘビーでやってたけど、みんなでやるっていうのからやらなくなった、ゲームを。オンラインゲームっていうやつが流行ってからだね。なんかストーリーがないじゃん、最近のゲームって。ストーリーがない、やってないんだ。目が悪くなってやってない。だってさ、ストーリーがないゲームをやって何になるの？ただずっとレベル上げしてんでしょ。いや、なんだっけ、ストーリーがないじゃん。わかる？言いたいこと。なんかレベル上げをずっとみんなでやらされてる感覚じゃないの、あれって。だからモンスターハンターとかは楽しそうだなとか思うけどね。武器を作ってみんなで狩りに行ってっていうのは楽しそうだけど、モンハンぐらいかな。なんか、あ、これはいいなって思うの。なんかレベル上げだよね。なんかドラクエとか昔ストーリーがあって面白かったじゃん。今のゲームってなんか、はい、こんばんは。今のゲームってどうなんだろうな。世界観、ファンタジー、うん、ゲームね、うん、わかんないな、ゲームは。なんかだから昔のゲームはさ、映画見てるみたいっつうか、映画をやってる感覚っていうかね、あれが良かったんだけど。最後にやった、がっつりやったゲーム何なんだろう俺。いいね、キングダムハーツは名作だよね。いいよね、キングダムハーツ。いいね。 FF は7までしかやってないな。7しかやってないかな。FF7 好きだったな、面白かったな。セフィロス好きだったからクリアしないでやめちゃったけどね。うん、でもリアルなことの方が楽しいこといっぱいあるじゃん。天まではよかったんだ。なんかあの不女子のゲームみたいになってるから意味が分かんないよね。もう男4人で車に乗って旅するとかもバカなんじゃねえのかとか思ったもん。なんだこれだよね。ただの BL の同人ゲームみたいになってたもんね。あ、クソだよな今の FF。
やりたいとも思わないし、あんなのに時間割きたくないわ。ねえ、ひどいよね。男4人で世界を旅するとかバカだよね、本当に。何が面白いんだよ。女性が多いっつってもバカだろ。何にも分かってないよね。そういうマーケティング的な作品はやだ。なんか制作者が女の人なんだよね、 FF 新しいやつ。ただあれはひどいよな。ちょっと他の作品でやるべきだよな、本当にそういうのは。ねえ、名タイトルでやることじゃないよ。コンセプトずれてるもん。何がファイナルファンタジーだよね。本当のファイナルファンタジーだよ。楽しいよ、すごく。すごく楽しいよ。のんちゃんには不思議なパワーがあるから。楽しいよ、幸せだよ。価値観合ってない、そんなもんじゃないの。だからマーケティング的なことを始めたりすると映画もダメになると俺は思ってて、なんかクリエイターはその言いたいことを持ってるっていう人が好きだね。なんかそのこれが言いたくて俺は作ってるんだっていう人がかっこいいね。宮崎駿とかもそうだけど、もうなんだろう、明らかに、はいこんばんは、なんだろうな、そう、間違ってることを言ってほしいね、クリエイターには。例えばさ、宮崎駿とかってさ、明らかに矛盾してるじゃん。そう、自然を取り戻そう、エネルギーは、テクノロジーはダメなんだっていうことずっと言ってるじゃん。そのノスタルジックというかさ、でもさ、何が矛盾してるかっていうとさ、その本人は飛行機が大好きだったりとか、へえ、今月額課金なんだゲーム、へえすごいな。まあそういうことか、月額なんだ。っていうかね、そもそもね、なんかね、何かを作ってるやつを何も作ってないやつが叩くっていう構造が俺は嫌いだけどね。その最近のなんかネット文化の叩き文化っていうのかな、すごく日本がなんだろう、ダメになってるなっていうか、本当になんかなんだろう、 なんか残念だよね。すごく残念だなって思うよ。なんかなんていうのかな、叩くことが正義だと思ってる人たちが出てきちゃってるじゃん。まあ時代なんだろうな、何も作ってないやつが何か作ってるやつを叩くっていう。あ、延長するんでアイテムお願いします。俺が何も作ってないって思うことが不思議だよ。俺が何も作ってないと思ってるのがすごいよ。何も作ってなかったらこんなに閲覧集まらないよ。ぬーん、ありがとう。笑い男ありがとう。ぬーん。何作ったって YouTube に作品腐るほどあるけど。ありがとう、ハートありがとう。もうちょい欲しいな。もうちょい皆さん。お気持ちいただけると半分ぐらい、延長代の半分ぐらいしか溜まってない。もうちょい欲しいですね。作品でしょう。ありがとう、ゆたんてさん。ぬん、ベッキーありがとう。今ね34ポイントありがとう、いいね、ありがとう。
あと12ポイント欲しい。ありがとう、風船10個ありがとう。あと8ポイントないと延長できない。あと8ポイント。 KP ありがとう、 KP ありがとう。あと4ポイントだね。あと4ポイント、あと4ポイント。ね、意外とお金かかるでしょ。ありがとう、いいね、いいね、ありがとう。あと2ポイント、あと2ポイント、あと2ポイントで延長できる。だからね、みんながねバーガー投げてくんないと。風船5個ありがとう、ありがとう。延長します、足ります、ありがとう。50ポイント達成です。これでプラマイゼロだからね。シビアでしょう。ありがとうみんな、ありがとうね。あれで何かを作ってたらそうクリエイターになっちゃわない？なんだろうね。まあ何も作ってないからそう感じるんじゃないの、あなたは。霊界さん、うん、霊界ってやつは何も作ったことがないから分かんないんだよ。絵を描いたこともなければ、音楽をやったこともなければ。だから何もやってないやつが何かをやってるやつを叩くっていうのは君のことだよ、君のこと。何もやらないやつが何かやってるやつを叩くんだよ。まあ多分中島みゆきが歌ってるってことは昔から変わんないんだろうな。だから結果出るも何もね、その才能みたいなものを潰そうとするんだよ。カズアスありがとう、アイテムありがとう。そうそうそう。でその結果っていうのがお金だったりさ、その地位とか名誉とかだったりするわけじゃん。だからさ、それがまずそもそも俺はアートとは何の関係もないと思ってて、他人からの評価を気にしてる時点でアーティストじゃないじゃん。わかる？なんか自分が表現したいことを表現するのがそもそものアートだから。そう。だからまあ商業的だよね、商業的。うん、なんか俺はそのなんだろう、道端になんか例えば俺が欲しい 絵で言ったら川端さんの絵が欲しいし、ホームレスが描いてる絵が欲しいのね。それはすごい価値のあるものだと思うし、本来絵とかってそういうもんだと思うね。そう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 、その通りだよ。何でもいいんだよ、自分が表現したいまま表現するんだよ。音楽とかもそうじゃん。その通りだよ。素晴らしい。うん。安いのでもありがたいよ。やっぱりそのなんだろう、ゼロと1は違うんだよ。ゼロと1は。まあさすがに全員花火毎回投げてたらみんな破産しちゃうからさ、それは嫌だなと思うけど。そうそうそう、お小遣いの中でさ、みんな働いててさ、限られた中でさ使ってくれてるのは本当嬉しいよね。そうそう、まあ、みんながみんな金持ちじゃないから、うん、猫の目も笑い男も投げてくれてるよ。この放送を支えてくれてるよ。ありがたいよね。
ロムペッキー、了解ペッキー、ロムペッキー、いってらっしゃい。ロムペッキーだね、ロムペッキー。ロムペッキー、晩ご飯は何かな。ペッキーは何かあれだね、弁当太郎さん、ステゴロ3の会場借りれたみたいだね。ステゴロ3、場所はまだ発表してないのかな。いよいよ動き出したか、最後のステゴロ。誰が出るんだろう。楽しみだね。うん。iPhone に変えたんだ。iPhone すごいいいでしょ。バカありがとう。 iPhone いいでしょ。どうよ iPhone、 めっちゃ良くない？ Android がダメだって言ってた意味分かったでしょ。 Apple 製品いいでしょ。あのぬるぬる動くでしょ。使いやすいと思うよ。iPhone 何買ったの？新しいやつかな。いいね。配信者はやっぱ iPhone だよ。携帯は、うん、慣れるまでね、やっぱ全然使い方が違うからね。あのね、 iPhone ね、文字打つときスペースキー長押しすると面白いことが起こるよ。いいじゃん赤。スペースキーとか空白キーあるでしょ、文字で打つところの。それ長押し覚えておくと便利だよ。文字打つところ長押ししてごらん。カーソルが動くようになるから。これね、俺最近知ったんだよね。 iPhone もずっと使ってるけど、 iPhone 使ってる人でも知らない人多いんだよね。あの空白ボタンを長押しすると、あの文字の選択がぬるぬる動くの。それで文字をこう削除したりするの。やってごらん解放。文字打つ入力画面で空白ボタンとかスペースキーを長押しするの。そうするとね、グーグーって動くから、それを覚えると便利だよ。俺最近知ってショックだったもん。こんな便利な機能あんのかって。隠しコマンドみたいな、隠しコマンドみたいなのがいっぱいある。ヘイシリ、シリなんか使ったことないよ。うん、知らなかったでしょ。クモもすげえ便利でしょ。これ iPhone の唯一の欠点だと思ってたけど、昔からあるんだよこの機能。こんなの分かんないよね。これ便利でしょ、めっちゃ便利でしょ。これ昔からあるんだけど知らなかったんだけど、俺最近知ったんだよね。だからたまたま YouTube で iPhone の便利技っていうのを調べたら、たまたま、え、こんなすごい機能あんのと思って。これめっちゃ便利でしょ。だから iPhone 使いの人って一回誤字をするとバーって消してたはずなの、今まで書いてたやつ。
だからそんなことする必要なかったの。スペース長押し、文字を途中でまで書いてスペース長押しするとカーソルへ動かせる。意外と知らない人多いんだよね。シリ有能か。そうか。あと iPhone8 にはついてると思うけど、あの Wi-Fi とか選ぶ画面あるじゃん、下からフーってやると。え、文字を10個ぐらい書いて空白ボタン長押しすると文字の選択カーソルが出てくるの。文字を何個か打って、空白を空打ちすんの。なるはずだよ、なると思うよ。文字打つところで空白長押しでなるじゃん。空白長押しでこう横に移動するの。なるよ、なるなるなるよ、うん。もう一回やってごらん。文字を何個か打った後空白長押しでグイグイってやるの。押したままだよ、空白長押したままグイグリって動かすの。だこういう操作性がすごいんだよね、 iPhone とか Apple は。一回やってごらん、絶対なるから。あとキャプチャー機能がついたよね。ホームボタンと電源ボタン同時押しでキャプチャーできるんだけど、あのカシャって撮るの、動画も撮れるんだよ今、あの iPhone の画面。Wi-Fi の画面下からこうワイプしてフッてやるって、右下のところに録画ボタンがついてるはず。8から実装されてんのかな。俺6だからそれついてないんだけど。あと隠しコマンド何があったかな。しめじ入れたの、なんだろうね、わかんないけど。まあまあ別にそれがなくても使えるからね。しめじっていうのがちょっとわかんないけど、まあ iPhone の方がいいと思うよ。俺 Android 使ってる人はなんか美的感覚ないのかなと思っちゃう。なんで Android 選んだんだろうって、使いづらそう。スマホはもう iPhone 一択なんだけど、アンドロイドなんて絶対使わないよ。俺一回だけアンドロイド使ったことあって、これかな、これもう最悪だったよ。これギャラクシー、これもう二度と使いたくないね。価格なの。もういいわ、携帯は iPhone だよ。ああそういうことか、なるほどね。 au 確かに遅かったもんね、 iPhone ね。そういうことか。
今日暇じゃないよ。全然あれだよ。だって秋葉とか行ったり結構動いてたよ俺。カメラ撮りに行ったりとか、ドスパラじゃねえや、つくも電気行ったりとか、パソコンの今日は動いてたよ。全然暇じゃないよ。ハロウィンなんかやんないよ。あんなのやるやつ頭悪いやつでしょ。なんでハロウィンなんかやんの。日本人でしょ。ハロウィンなんかここ5年ぐらいじゃん。俺嫌いなんだよね、ああいうの。なんでもかんでもバカ騒ぎしてさ、子供っつうか幼稚だよ、すごい。いや大嫌いだよ俺、ハロウィンで浮かれてるバカなんか。恥ずかしくねえのかよ。いやもう本当に恥だと思うよ、日本の。あんなくだらないお祭り。子供じゃねえんだからさ。俺はちょっと恥ずかしいね。いや、もともと反対派どころか、俺はあんなの、なんだろう、バカだと思ってる。そう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 、パリピが浮かれてるだけなんだよ。あいつら大嫌いだもん。あれだからエグザイルとか聞いてたやつだろ、昔。浜崎あゆみとかさ、倖田來未とか聞いてたやつだよ。大嫌いだよ俺あんなの、うん、あれ腹立つよね、ゆで卵さんね。腹立たない？なんか俺はああいうの嫌いなんだよね。ああいうので浮かれてるの大嫌い。うん。マジかよ、裏切り者だよ、ほんとに。裏切り者だよ、ほんと。ユダがいるよ、ユダが。仮装してんの？カレオさん。ほんと。写真撮り行くよ、今から。カレオさんの渋谷行って。それ、ツイッターにさらすよ、俺。そんな、裏切り者は。仮装なうと。いや、この放送を見てる人でハロウィンなんかやってるやつも一人もいないと思うよ。絶対いない自信があるもん。俺の放送を見る時点で絶対その属性じゃないんだ。もっとね、言う、うん、いや、それも嫌いなの俺ね。俺本当に思ったのが、俺一回ね、熊本の震災があった時に、熊本に行きたいっていう枠やったら叩かれたことがあったの。あ、もう日本人ってこれくらいバカになったんだって本当に思ったもん、うん、本当に。なんかさ、今回のそのジャーナリズムの問題とかもさ、もう俺ね、結構日本にうんざりしてんだよ、うん。いやもうね、本当に日本ってダメになってるなっていろんなところで思うんだよ、本当に。なんだろう、でていうかもともと愚民なんだけど、もうなんか意識低いよ、意識低い、超低いよ意識が。なんかな、やだな。俺たちを苦しめてんのはあいつらだからね。あの仮装パーティーやってるやつらが俺たちを苦しめてるんだよ。そう思わない？謎の風評被害が始まるっていう。統合失調症が出てくるっていう。なんかどれの深夜食堂みたいだからやめよう、ちょっと今のは恥ずかしいな、うんうん。いや深みないよね。なんか
なんかね、だから要は俺は大衆ですよ。ああいうものを大衆だよ。大衆、俺はバカが嫌いなので、大衆は間違いなくバカだから、いつもいつの時代も奴らにはわからないんだ。古い。逆に俺はじゃあなんでスターウォーズを見るときにコスプレやらないんだって思いません？スターウォーズを見るときにコスプレをやらなくてね、ハロウィンでコスプレをやるっていうのがもうやだ、もうやだ。だからライトセーバー、うん、ライトセーバーを持ってあのスターウォーズ見に行けよって思うんだよね。そんなことをやる暇があったら、うん。寒いね、激寒だよね、本当に超寒いよね。だからもうあれは愚民大衆に寄ってくスタイルだから、深夜食堂なんかあの大衆に媚びを売っていく、要は本物じゃないってことだよ。偽物、偽物、あんなのは偽物ですよ。うん、そうそうそう。あーもう寒いね。あー京成に乗って乗り継いで、あーだいたいそういうやつら船橋のやつらだよね。だいたいそういうやつら船橋の人間ですよ、うん、市川とか。やだやだ、恥ずかしい。でしょ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 、すごくないこの洞察力、すごいでしょ。だいたいそういうことするの船橋なんだよ。そうでしょ、うん、いるよ、越谷だよそういうことやんの。越谷ではないか。越谷レイクタウンのやつらがだいたいそういうことするんだよ。偏見だって、成田の人間そういうことしないもん。地元でやれよ、ほんと渋谷じゃなくてさ。なんでだから俺渋谷に住んでる人間大っ嫌いなんだよ、もうほんとにパッパラパーで。うーん、まあもうよベロンベロンに酔っ払ってるんだろうね。俺ねほんとね、渋谷に住んでるやつら大っ嫌いなの。渋谷に住んでるやつ全然ダメだよ本当に。渋谷男子嫌いだわ、女子も頭悪そうだよ。うんうん。渋谷嫌いだわ。みんなも嫌いでしょ渋谷に住んでるやつ、渋谷に集まるやつ。何がいいの渋谷って、何にも生み出してないじゃんあいつら。ほんと嫌いだよ。新橋と渋谷が大っ嫌いなんだよ俺。ああ。ね、な渋谷ってどんな街？俺池袋結構肯定派だわ。渋谷はなんだろうな、全員分かった。渋谷はどんな街かっていうと、ほとんどが埼玉とか千葉とかも要は地方のやつらなのに、自分たちがイケてる都会民かのように振る舞うの。上最先端を行ってるかのように振る舞うんだけど、ただの田舎者がバカ騒ぎしてるだけの街なの。俺も行きたくない。何の奥ゆかしさもないのよ。田舎者が東京人ぶってて東京っぽいことを
文化発信してるかのようで何にもやってないの、何も生み出してないの。それが渋谷のカルチャーの、そう、渋谷に集まるっていうこと自体がそういうことなんだよ。そう、オッケー。だからそのなんだろう、田舎者の、田舎者が持ってる東京に対する憧れを具現化したような街なの。うん、そう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 、田舎者の夢の東京なの。だからもう虚像でしかないんだ。だハロウィンなんか他の街で誰もやってないじゃん、うん、日本の文化でも何でもないんだ、うん、やばいよ、うん、でも渋谷は特にそうじゃない。本当にやばいやつは高円寺に住むんだよ本当に頭おかしいやつは高円寺に住むのもう高円寺にいるやつらなんかもう本当に頭おかしいやつら、高円寺歩いてこらん、うんうん、わかるわかる。本当にやばい感性持ってるやつは、本当のアンダーグラウンドで本当にやべえやつは高円寺だから。なんだろうねあれ、うん、いや高円寺やばいよ。高円寺に住んでるっていうだけで私マリファナやってますって言ってるのと同じだからね、うん、私普段マリファナずっと吸ってますっていうのと高円寺に住んでますっていうのはイコールなの本当だよこれ、うん、高円寺に3年住んでますっていうのはマリファナ吸って3年になりますってことだから、毎日吸ってますって、うんうん、そうそう、高円寺はもうなんだろう、高円寺特殊だよね本当にね。本当に頭のおかしい人たちが本当にカルチャーやってる感じ。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、何があるのっつうか、高円寺だけなんか異質だよねあそこね。なんて言えばいいんだろう、なんとも言葉で言い難いね、なんか魔法使いみたいなのがいっぱい住んでんの本当になんか田舎の方で見たら、あ、魔法使いがいるって。そう、ヒッピーの集まりなの。そうそうそう、本当にそうなの、ヒッピーの集まりなの。だからすごい文化的なんだよ本当に、うん、うん、あ、まあ大月健二とかが、そう、大月健二みたいなやつがいっぱいいるの。あるあるある。だけど確実に高円寺はメインカルチャーじゃないの、ずっと。下北沢はだから高円寺をおしゃれにした感じだよ、わかる。シフォンケーキとかシフォンケーキとか、そう、いや下北沢はだから高円寺をもっとポップにした感じ、なんかわかる、なんか本当にやばいやつは高円寺。あ、延長したいんでアイテムください。今の清志郎いる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 、全然高円寺にいる、うん、下北はおしゃれな感じね、うん、下北はオシャンティーだよ、すごくおしゃれ。でも属性としては似てる。皆さん延長したいんでアイテムお願いします。ありがとう、バーガー2個プレゼントありがとう、ありがとうございます。皆さんじゃんじゃんアイテムお願いします。うん、いや下北沢どうなんだろう、バカありがとう、バカありがとう、解放ペッキーありがとう。どうなんだろうな、下北沢あると思うよ俺、パワーおしゃれ。あ、じゃあ下北沢で買ったアイテム見せようか。ハートありがとう、わあ5個もありがとう、ありがとう、みんなありがとう。ああ、普段これくらい投げてくれると嬉しいな。返上します。これくらい投げてもらえるとありがたいな。パパッとね。じゃあ、下北沢で買ったもの。これだね。うん。めっちゃおしゃれでしょ。これだね。これは下北沢でのりこと買ったから。めっちゃおしゃれじゃない？これ下北。わかる？このおしゃれ。
最先端めっちゃおしゃれでしょ。これ本当に下北で買ったかんね。いや何って言われても筒になってる感じだよね。ほら筒になってる、ほらほらいやこれが下北だよ。もうまさに下北だよ。これが下北の全てがここに詰まってる。いやいやだからこう筒になってるんだよ、うん、そうで、うん、じゃあちょっと待ってね。これはもうほんともうほらおほらもう下北感出てきたでしょ、うん、下北でしょ。いやネックウォーマーつうかだから筒だよね。もう下北感出てるでしょ。まあ、まあ、こうしてもほらもう下北系男子でしょ。わかる、ま、もう部屋が下北感で溢れてるでしょ。わかる、下北感。何やってもこれさえあれば下北感だから、ほら超下北、超下北。あいいわこれ、やっぱ下北感じるわマジで。いいだろう、下北っぽいだろう。これが下北、これが下北クオリティだよ。いやだからもうファッションの最先端、うんうん、太ったんすよ、ちょっとおっぱい大きくなったんすよ、うん、下北系男子だからね。あ長いなこれ。そう下北クオリティ、うん、うん、うん、そう俺も使い方まだよく分かってないんだけど、こいつもマーシーみたいになったなブルーハーツのギターみたいになっちゃったけど、ちょっと、うん、あそうだよ、もう目隠しにもなるよ、うんうん、こういうこともできるよ。あこれかっこいいな、これめっちゃかっこいいじゃん、うん、めっちゃかっこいい、榊原生徒みたいになってる。大丈夫かなこれ榊原生徒のホームページみたいになってるそうじゃないよ、下北では最先端だよもう、うん、しかもね何がムカつくかっていうとお香の匂いが半端じゃないよなんかインドの香りが半端じゃない、うん、未だにもう買って何ヶ月も経ってるのに未だに下北の匂い、インドのお香の匂いが半端じゃない、うん、店の中でガンガンお香焚いてるからね。わかる、まあ田舎者にはねわかんないよね、うん、田舎者にはなかなかわかんない。これが下北沢だから。わかった、伝わった。で高円寺はこれよりも奇抜なものがもっとある感じ。こんなレベルじゃないよ高円寺は、マジで。高円寺なんか大体服着てないよ、布をまとってる感じだよね、カーテンをまとってる感じだよね。これマジだからね、ネタでもなんでもないよ、カーテンの布をまとってるんだよ住民が。布を安全ピンで止めてるから、この辺でピタピタピタ。いやマジでチベットみたいな民族衣装ばっかりだよ。おばあちゃんとかもだよ、もう地元に住んでるおじいちゃんとかも、うん、
何なんだろうねお香炊きまくってるよね、ことあるごとにお香ガンガン炊いてるから、俺だから下北高円寺中野とかそういうところに住みたいな、だからさ隣の町がもうガラッと変わるのすごいよ、東京来たことない人はびっくりするんだよ。だってさ、そうだね、高円寺系だね。そう、中野も、中野はポップだよね。ちょっと本当に中野はかっこいい。中野は業界の人が多い、中野はポップだしディープだし、ちょっとなんだろうな、いいよ中野、楽しい。で中野から高円寺に行くとやばくなるのもうディープすぎてわけわかんなくなるの。そうだから新宿から中野、中野おしゃれ、中野いいね、バランスがいいね。ああそうなんだ。ああらしいっすね、中野もうガラッと変わるらしいっすね。まあまあ時代の変わり目かな。でも中野のあの中野感は残してほしいけどな。中野がおしゃれじゃないところがいいんじゃないですか。またどうしようもないぐらいなんか、吉祥寺か、のりこの遊び場だよ吉祥寺は、残念だね。のりこの遊び場でしょ、学生時代の吉祥寺は。もうのりこはあの辺が巣だから、中野ブロードウェイ最高だよね。あれ入場料取っていいと思うもんマジで。中野ブロードウェイは入場料300円取るべきなんだっていうことを強くおすすめするよ。わかんない吉祥寺墓場多いかどうか。芸能人住んでる、吉祥寺が青春なんでしょう、のりこの。若い頃ののんちゃんに会ってみたいのに絶対可愛いよね。10代ののんちゃんと付き合ってみたい。10代ののんちゃん絶対可愛い、なんかだから新宿も俺嫌いなのっていうか、むしろ渋谷より嫌いだったんだよ、俺は。新宿が一番嫌いな街だったの、世界で一番嫌いな街だったのに新宿に住んでるからね。渋谷より新宿もっと嫌いなんだよ、本当に下品。新宿渋谷本当に下品、心の底から。もうここの街に住んでる人たちでなんかかっこいいなと思う人いないの、本当にいないの。もう新宿なんかもうなんつうんだろう、欲望と、なんだろう、暴力、ドラッグ、なんだろう、風俗、要はもう金と女と薬と、あと何日かな、2年ぐらいかな、生活費も稼がないといけないから、多分このペースでいったら2年かかるね、マジで言うと。でも俺は2ヶ月3ヶ月ぐらいでパソコン買いたいけどね。でもね、違うの、奥ゆかしさがないのこの街には。24時間あってもなんつうんだろう、なんだろう、成田の夜中はいいのよ、店がないから。でも別にあるじゃん、ドン・キホーテとかもやってるし、眠らないけど
なんかね、なんだろう。なんかね、なんかこう、成田の、いいよ、成田の夜中誰もいなくて、なんかいいんだよな。なんかわかるかな、この感覚。成田にいた頃の方がワクワクしてたな、俺は。成田すげえ楽しかったな。奇妙っつうかね、なんだろう。なんかやだな、新宿は。なんか、すれてるんだよ。すれてるの。街の人間がすれてるの。なんか死んだ魚みたいな目してんの。本当に。キラキラしたやつがいないんだよ。そう、本当に下品だよね。本当下品。本当に下品。まあ、だいぶ変わったけどね、映画館できてから。だいぶ変わってきて若者増えたけど、俺が好きなのはどこだろうな。やっぱ高円寺、中野、下北とか好きだけど、最近中野いいなと思い始めてるね。あと、やっぱ三鷹の方とか西新宿が、西東京すげえかっこいいよ。めちゃくちゃおしゃれだった。なんだろう、武蔵小金井とか いやー、西東京いいね。西東京いいね。まあ、俺が早いからね。俺めちゃめちゃ早いからね。そうそう。小金井、杉高井、三鷹。そう。この辺めちゃくちゃいいよ。楽園だよ。三鷹とかなんかいいよ。なんかちょっといいの。高いんだけどね。いや、昨日今日秋葉原ずっと行ってきたよ。今日も行ってきたよ。カメラ直った。全然変わったよ。見る？ちょっと待ってね。配信。ちょっと待ってね、今映すから。アメーバ退治できた、それ見せてあげる。ちょっと待って。配信の、あれ、どこで変えるんだっけな、写真は。写真の変更どこでやんだ。配信モード、あれ、どっかで変えられたよね、あれ。ちょっと待ってね、画面変えるのどうやってやったっけな。画面変えたいんだけど、デザインだったかな。デザイン。ちょっと待ってね。ライブラリーから選択。モーメント。んな感じだね。見える？なんか携帯調子悪いな。上のやつが清掃前で、下に点々ついてたのがなくなった。完全にこれが原因だった。清掃前、清掃後、この下の点々がちょうど画面に映り込んでるゴミの位置と全く一緒でしょ。これがなくなった。3000円かかったよ。3000円。
清掃前清掃後こんな感じだね。ゴミ、いや原因わかんないね。まあなんかレンズ変えるとき、まあ 2,3 回しか変えてないんだけど本当に、まあなんかゴミ入っちゃったんだろうね。まあでも撮れたからいいや。原因はいろいろ、もうあのレンズ交換するときから何からいろんな要因があるからわかんないよね。謎。いや違う違う、タバコの灰だったら吹けば飛ぶから、灰は軽いから絶対違う、タバコの灰じゃない。まずレンズを開けるときそんなタバコなんか吸わないもん。だほなんだろう、俺はね、なんか湿度が上がってなんか中で発生したんじゃねえかなと思ってるけど、しょうがないよねこればっかりは。もうこれとの戦いだから。でも撮れてよかったよ。映像にあんなゴミがついてたら嫌だもんね。せっかく綺麗な映像で撮れるのに。繊細だよね。繊細。いや違う、初期不良じゃない、絶対違う。俺気づくもん、あの写真であんなゴミが入ってたら写る、絶対違う、初期不良じゃない。俺そういうの敏感だから。違う、俺が使ってる2ヶ月間の間どっかで起きたんだよ、どっかで。レンズのカビじゃなかったのが良かったね。レンズのカビだったらもう一生終わりだったかもね。うん、うん、2万円ぐらいするんすよ。でやっとあのカメラケースも持ってなかったのに、やっとカメラケースも買ったぐらいで、もうほんと沼っすよカメラは。マジでレンズ一発10万20万ザラ。うん、でその専用のケースがワインクーラーみたいなので2万、最低2万とかすんの。もう本当にカメラは絶対手出さない方がいい。 PC 欲しいっすね。はい、 PC めっちゃ欲しい。今あの映画作るためにいろいろ動いてんすけど、今のパソコンだと動画が編集できないんすよね。だからソフトを動かすための PC が欲しくて、5000円貯まりました今。リスナーさんから5000円の支援いただきましたね。そう、動画作ってんすよ。いやだからカメラに金かかる、パソコンに金かかる。うん、ありがとうございます、頑張ります。カメラに金かかるでしょ、レンズ、パソコンでしょ、今度三脚が20万ぐらいでしょ、照明に 2,3 万でしょ、レンズに1本10万とかで3本ぐらい欲しいでしょ。で今度手で持って写すとき、なんて言うんだっけな、なんとか撮影って言うんだけど、追いかける撮影するときのスタビライザー、ジンバルってやつが欲しいでしょ。あーもういやー、なんて世界に首突っ込んだんだ俺、マジでやばい、マジでやばい、ほんととんでもない世界に足踏み込んだよ。もう本当にやばいよ。いや金もう本当飛びまくりで、作った作品綺麗だねーで終わるんだよ。もう本当にね、儚いよ、綺麗だねーで終わるんだよ。うん、でまあレンタル使うけどね、実際映画の撮影の時はあの足りない機材はレンタル使うよ。で今度スタジオとか借りるのに
もう30万とか40万とか飛ぶのセット。まあだからパソコンはレンタルは無理だけど、カメラは持ってるパソコン、だからレンズとか三脚とかはもう最悪レンタルだね。照明とかはそこはレンタルで行くしかないよ。無理。リームだよ、リーム。きびいよ。でも単焦点のレンズは一発欲しいな。そう？成田、でも成田文化あるからな。成田山と空港があるし、ちょっと行きゃディズニーランドあるしな。照明機材はね、まあレンタルでいいかなと俺も思ってる。ただパソコンとかレンズに関しては普段使い込んでるかどうかがすごく重要なのよ。要はじゃあさ、というよりも普段使ってこっち側がレベル、人間的にレベルを上げておかないと現場で結局いいもの借りたとしても使いこなせないっていうのがあるわけじゃん。例えばさ、みんなはもうよく分かったと思うけど、アルファ7のカメラをレンタルだったら今みたいな映像撮れないわけよ。2ヶ月間使って使って使い込んだから徐々に進化してるの分かるでしょ？分かる？この2ヶ月間みんな観察してきて、例えばさ、初日のレベルのさ、カメラ技法しか分かんなかったらさ、映画にならないじゃん。ようやく2ヶ月間使い込んできて画質上がって、撮り方覚えて操作覚えてって徐々に上がってきてるじゃん。要はそこなんだよね。技術っていうかね、じゃあ俺が言われてる感覚こういうこと。描きたい絵があるんだと。レンタルでいいじゃんって。いや、スプレーのブラッシングで描きたいんだと。俺普段の筆で描いたんだけどって。でいきなり、じゃあ1時間以内に、丸1日以内に俺が全部機材用意してやるからスプレーで絵描けみたいな。 ドローイング、要はキャンパスとスプレー缶がバーって置いてあって、「はい、じゃあ描いて」みたいな。「いや描けるぞ」みたいな。 みたいな、なんか無茶ぶりをさせられてる気分だよね。普段からスプレーで描いてないでエアブラシできないでしょみたいな。わかる？そういうこと？俺が言ってんのは。だからレンタルで済む部分は済む部分だけど、最低なんか普段からある程度使い込んでないと本番で役に立たないよねっていう。だからカメラは絶対必要だし、三脚は多分いけると思うんだけど、そういうことなんだよね。で、ましてや精密機械だから設定がいろいろあるからね。そっかそっか。成田はちょっとね、文化都市だからね、確かにね。ちょっと特殊な街なんだよね、成田って。成田住みたい街、千葉県でいつも1位とかだったりするかな。成田いいんですよ。成田って千葉県の吉祥寺みたいなもんだからね、本当にね。 成田結構でも住みやすいし、おすすめだよ。成田いいよ。子育てするのにはすごくいいと思う。だから変な輩とかいないし。治安もいいしね。人も優しいし。食い物うまいし、成田はほんといいね。でしょ？俺もだって2ヶ月かかって、でまだまだだなって思ってるからね。要は
カメラと今度パソコンの方のソフトの相性があるのよ。柏と松戸はヤンキー多いね。不良多いよ。だからちょっと都会にアクセスが近くなるとそうなるし。柏はヤンキーの街だよ。そういう街で、カメラで設定を覚えるじゃん。撮り方を覚えるじゃん。撮りたい絵が作れました。でもそれって素材なのよ。なんていうの、下書きっていうのかな。絵で言うと下書きなのね。まだ黒と白の線で描いてるだけで、そっから今度絵の具を塗ったりとか、テカテカさせたりとかっていう作業をソフトでやるので、今度そのソフトが超高級な絵の具を用意されてるんだけど、絵の具のチューブがめっちゃ詰まってるみたいな状態なの今。ギューって絞ってるけど、すっげえゆっくりしか絵の具が出ないみたいなのが俺の今のパソコンなの。いや、絵の具いいやつなのにみたいな、下書きもめっちゃいいのにみたいな。 そういう状態。絵の具のチューブがもう針の穴ぐらい、もう全然出てこないみたいな。 詰まってんなこれみたいな、もどかしいっていうね。だって5分の動画に6時間かかるってえぐいでしょ。で、しかもそれがサクサク動くんだったらいいけど、サクサク動かないのよ。例えばさ、コントラストいじったら、普通さ、この指の動きに合わせたコントラストがファーって変わっていかないとダメじゃん。3秒遅れぐらいでくんの。 メモリいじってから3秒遅れで、なんかガガ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 みたいな感じで。だから実際その動画も動かしてもスローモーションで動くから確認もできないから、勘であれ動かしてんだよ。勘で色合い、もう頭の中で今この画面でこれくらいの色合いでなんとか作ったから、5秒後のシーンもこうなるだろうみたいな前提で作ってんの。 もうね、分かってきた。だから超能力みたいな作り方してんの本当に。 まあなんとかなるだろうみたいな、1個の絵を作り込んで、あとはもうソフトを信じるみたいな。 だから結構頑張ってるかな今。それでもやらないとうまくならないから、だから結構俺画家目指してるんだけど、砂場で絵描いてるわみたいな状態。 画材がないから砂場で絵描いてるわみたいな、なんか。 俺がだからちょっとトイレ行ってくんね。関係ないやつを叩くんだよ。無関心だから。そうだね。要はそのダヴィンチっていうソフトがどんなソフトなの？ダヴィンチっていうソフトは、ブラックマジックっていう会社が買い取って、いや、ブラックマジックってどういう会社かっていうと、映画用のカメラを作ってる会社なの。だからハリウッドで使われてる撮影をしてるカメラとか、要は一発数千万、1億円とかするカメラの会社が、ソフト開発のダビンチリゾルブっていうのをブラックマジック社が買い取ったの。で、そのブラックマジックが何をやったかっていうと、無料で提供してんのよ。やばいでしょ。ここがミソで、今までは映像関係の人ってアドビの、プレミアとかアフターエフェクトとか、あと、ファイナルカットっていうのがあるんだけど、ファイナルカ
また10万円とかするソフトだった。今はレンタルで月々1万とか月々5000円とかで借りれるんだけど、金かかるのよ。だけどダヴィンチリゾルブのやばいところって無料で配ってんので、もしよかったら有料版っていうの、まあさらにバージョンアップしたのがあるんだけど、有料版が3万円で買える、安って。で、じゃあどこで儲けてんのって言うと、そうダヴィンチリゾルブ専用の機械があるのよ。こうなんかこうアーティストの部屋の中にあるこういじるやつみたいな、あれが300万とかで売ってんのよ。だからもうタダで使っちゃっていいですよってやってんの。簡単に言うと、そうハリウッドの現場で使われてるレベルのやつがやばくない？これ使いたいでしょ。でポンコツのパソコンに入れたら全く動かないっていうだからソフトだけ今世界の和道だね使ってるソフトだけは世界の和道。なんだろう、あ、わかったわかった。ね、解放ね、イメージとしてはこんな感じ。超高級料理、もうなんか天皇陛下が食べてますみたいな超高級料理を給食のプラスチックのトレーとかで食べてる感じちょっと違うかなちょっと違うかもしんないけど、なんかそういう感じかな。あ、セブンイレブンのお弁当をなんかこうとんでもなく高い器とか、そういうなんかそうまあ美味しいけどちょっとみたいな、うん、そうちょっと無理をしてるっていう、わかるかな。ヴィトンの財布なんだけど中に2000円しか入ってないとか、そういう感じわかる、うん、それもわかる。そうトリュフを、そういう感じ。もうちょっとなのにっていう、そう、タク？タクってなんだろう。いや俺だからなんだろうな、まあだからさ、でも最近さ iPhone で映画撮れよっていうバカがいなくなったじゃん。あれってすごく大事なことで、俺が YouTube に動画を上げて、あ、これ iPhone で確かに撮れないわっていうことがようやく伝わったんだよ。そうだね、バランスが悪い。でもさ今さ俺の YouTube の作品見たらわかるけど、絶対に iPhone で撮れないってわかるでしょ、素人目にも。あ、で俺は未来が見えてたのよ。だから撮りたい映像、映画を撮りたいっつって映画を撮りたいわけじゃん。だからこのカメラが必要、あ、カメラが必要っていう、もうゴールは見えて、今でも足りてないんだよ。でも作品を YouTube に落としていって見える化していくとさ、だんだん分かってきたでしょ、変わる変わる。要はだからそういうことよ、そういうこと。だから今なんで俺が50万のパソコンを必要としてるのかが見えてる人っていうのは、俺と同じゴールを見てる人だけなのよ。いや、ワド映画作るために必要な道具なんでしょって。そうそう。でもそれが見えてない人はさ、映画を作るっていう目的を忘れちゃうと、そんな高いパソコン必要ないとか言い始めるの。いや、必要だっつうの。そう。だから問題なのは、だから映画をその撮るのか撮らないのかっていうところだよね。映画を撮るのか映画を撮らないのかって。あ、そうだよそうだよ、うん、そうそれが300万とか、一番高いやつで300万、中くらいのプロ用のやつで30万で、安い、一番安い入門機で12万する。でも俺はそれはいらない、それはさすがに贅沢だから、さすがにそれはいらない。それがあるともっと細かいディティールとかができるようになったりするけど、
さすがにそれは贅沢すぎる。もう必要最低限で行く。さっきも言ったけど照明もレンタルで行くし、ただまあカメラとパソコンはね、全然ないね。そうジョグダイヤルとかそういうこと、そういうこと。でも そこまでやっちゃうのは贅沢すぎるから、それだけで300万かけちゃったら映画そのものの予算どうするんだっていうことになるから、それはまああれじゃん、後々でいいじゃん。10年かけてでも20年かけてでも作品が評価されてお金が集まってからでいいと思ってるから、まずは必要最低限なところで俺は勝負したいと思うのね。要はギリギリ映画としてなるかならないかっていうギリギリのところで勝負していきたいの、バチンと。だからまあね、これ300で作ったらすごいよねっていうところで、でも最低限用意したいでやっぱ無理だから、そこは辛いところだよね。本ちゃんの方はジョグダイヤルとか使うよ、ハリウッドとか。でもまあハリウッドじゃないかんね、まだね。あ、まあ音楽制作ももう沼だよ。音楽だってもう沼。ケーブル1本でもう100万とかザラにあるからね。本当にこだわるなら。音楽も同時に沼だから。でこれがね、映画のね、今度難しいところが、音、要は音楽と一緒なんだけど、音の収録があるのよ。今回音の収録切ったの、俺。要は映像に特化させるのね。で、音楽って音が半分、映像が半分って言われてる世界なのよ。だから今回の映画は音質はもう多分捨てる、切り捨てる。音はだからチープになると思う。ただ映像が異常に綺麗っていう、そっちに予算振る。今回音は捨てるな、完全に。無理、もう音にまでこだわるのは。本当はね、音に超強い人が欲しいんだけど。あ、でも今度今日昼間さ、アベマ TV のディレクターさんがコメント書いてくれて、多分今度近々挨拶行ってくるわ。江ノ島でおでん食おうぜって言ってくれたから、アベマ TV とテレビの制作会社をやってるディレクターさんと今度飯食ってくるよ。もう FC2 から見てる人なんだけど、今日なんか俺実はディレクターなんだよねってコメント書いてくれて、あ、そうなんだ、飯食って勉強させてくださいって言って、だからまたアドバイスもらってくる。やっぱ映像の現場で働いてる人が一番詳しいから、持ちは持ちやでさ、でそれを聞いて自分がどこに特化させていくのかっていうのすごく大事なの。全部が全部吸収できるわけないから、分担で作っていくものなのね、映画って。だから自分はこの技術持ってます、この人はこの技術持ってますっていうのがあるのよ。例えば映像でもその合成に強い人とか、綺麗な映像、俺はだからその綺麗な映像を撮るっていうのを今やってるんだけど、要はそのカラーグレーディングっていう作業、で今度はねモーションエフェクトとか行きたいなとか思って、一回黒巻きやってみたんだけど超むずい。恵まれてるね、やらない。塾長は待ってますね、はい。ああ、ゆたんぽさん花火ありがとう。ゆたんぽさんありがとうございます。ゆたんぽさんありがとう、サンキューです。だからゆっくりゆっくりやりたいこと、まあ焦ってはないよ、俺は焦ってはないけど、確実に毎日前にゆっくり進んでいきたいんだよね。足が止まるのが一番怖いから。ありがとうございます。ゆっくりゆっくり前に進もうって。だから目的見失うとね、何をやってんのか分かんなくなっちゃうからね。生木貝さんこんばんは。生木貝さんどうも、アイテムありがとう。なんだろう、
アイテムがバグってんな。携帯も調子悪いんだよな。玉木貝さん何ありがとうね。玉木貝さんありがとう。ありがとうありがとう。だから難しいよね。そう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 。だって俺カメラ変えるってもらえると思わなかったもん。あんな早くこんないいカメラ、20万超えのカメラだよ。25万するんだよ。でもみんな買ってくれたじゃん、映画頑張ってねって。で今があるわけじゃん、今次の課題があるわけじゃん。でもうカメラの性能は引き出し始めてるわけじゃん。そうでこれね、なかなか伝わらないと思うんだけど、映像作ってみるとわかるんだけど、自分たちが何ができるのか、どんな技術を持ってるのかで脚本が変わるのよ。これがねなかなかわかんないんだよ。映画を撮るっていう頭にシミュレーションしたりとか、現場にいないとわかんないんだけど、例えばカメハメハを撃つっていうのを仮定しよう。ドラゴンボールを実写で作ると。ただ今度手からビーム出せる CG の技術がないと無理だよねってなるわけじゃん。どうやってやる、どの技術でやるって、どういう映像表現でやるっていう、でそれがないんだったら探すのか覚えるのかとかさ、じゃあのカメハメハがないドラゴンボールを描くとかさ、いろいろあるのよ。例えば車を持ってなかったら車の運転シーンはダメなわけじゃんとか。だからそもそもカメラレンタルでやれよって言った人は何を言ってるんだろうと思うよね。カメラ触ったことない人にカメラで映画撮らせるって言ってんのってイコールだぜ。めちゃくちゃでしょ。で iPhone で撮れることは撮れると思うよ。あの別に iPhone で撮れっていう人、ただ俺はやりたいことしかやらないから、いつも言ってるけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう、ただそれだけ。本当にやりたいことだけやる、やりたくないことはやらない。ただひたすらさ、こうやりたいことを追っかけてるだけ。もったいないじゃん、人生一回だから。やりたくないことなんかやらなくていいんだよ、みんながみんな。俺それでも地球回ると思うよ、俺はね。むしろ生産性上がって今より良くなると思ってるから。ウォルト・ディズニーってすごいよね。俺本当にウォルト・ディズニーすごいと思う。うん、その通りだと思いますね、ユタンタさん。うんとね、そう、あのね、すっごくいいこと言ってる。カメラじゃないっていうかね、あのね、いくよ。ね、動画と映像は違うの。iPhone で動画を撮ることはできるの。でも映像作品ではないの、写真を撮ることはできるの。でも作品ではないの。要はね、作品って何なのかっていうと、人間がパシャって撮れるよ。あーご飯美味しそう、パシャ。あーメイク完成した、パシャ。これ作品じゃないんだよ。じっくり見て、こうやって撮ろう、ああやって撮ろう、光をもっと欲しい、もっと暗くしよう、明るい色が欲しい、青みが欲しい、これが作品なの。だから見た人にあれってなるの。本当にいい作品はこれ普通じゃないってなるの。だから惹かれるのよ、作り込むから。作り込めば作品なの。だからその5秒間にどれだけ時間をかけるか、10秒間にどれだけ時間をかけるかで、映画っていうのは1時間半から2時間あるわけだ。ここにどれだけ1年2年かけるわけよ。100人ぐらいの人間が、100人の人間が1年2年かけるんだよ。うん、しないしない、絶対しない、妥協全然ないよ、現場の人間は。
もういろんなこと考えながらやってるよ。頭フル回転で。だからみんなの一瞬の綺麗だなとか、あ、素敵だなっていうのに全力なのよ。全力。もうたった一瞬のみんなの、あ、綺麗、素敵にもう全力をかけるっていう。あ、だからね、俺池袋ウエストゲートパークのエキストラやった時に18時間撮影だったの。18時間撮影。使われたの3分だよ。18時間待機して演技して撮影何回も繰り返して、そんなもんだよ。だからアニメとかもさ、ああかっこいいなーって見てるけど、1秒間に6枚描いてるんだよ。1秒間に6枚の絵を描くんだよ。すごいよ。ザラザラ。それをさ、なんかそのねえ、バカにされたりとかさ、こんなん誰でも撮れるとか言うと、じゃあお前やってみろよって思うよね。じゃあお前一人でやってみろよって、機材貸してやるからって、俺と同じ環境でやれよって思うもんね。でもその文句言うやつって作れないやつでしょ、作らないやつでしょ。だから映像に文句言うんだったら映像で勝負してこいよって、言論で勝負すんじゃねえよって。ほんとそう。ただ見の分際でさ、ただで見てさ、偉そうにさ、こんなの誰でも撮れるとか言ったら頭くるよね、ほんとに。じゃあやってみろよって。こっちは時間もかけてさ、体も張ってさ、全部やってんだからさ、ありのまま等身大でさ、やってから言えよって。ていうか、やってるやつは言わないよね。いい話になってきたから酒でも飲むか。そういえば昨日の酒があった。梅酒いっとく？梅酒、ラッパ飲みで。いい話になってきたからね。評論家は評論に命かけてるからね。俺、町山智博さんとか俺の師匠だからね。評論家は評論で飯食ってる人だから。俺が言ってるのは、ただで俺の作品を見て偉そうに批評するやつだよ。評論家でも評論家気取りね。俺が叩いてるやつは。評論家ぶってるやつね。金払って文句言うんだったらわかるよ。金も払わないでただ見で文句言ってんだから泥棒だよ。泥棒以下だよ。KP、みんな KP。KP。これは評論すげえ大事なこと、あ、美味しいな。評論はすげえ大事なことだと思うよ。美味しい。評論家がいないと映画が広まらないからね。美味しい。KP。美味しいな、これ。これおすすめだね。何やるにも金かかるんだよ。だから多分働いてないやつとかさ、仕事をしたことがないやつがさ、叩いてるんだと思う。俺が遊んでるように見える。遊んでるんだけど、遊んでるけど楽はしてないからね、俺。言っとくけど。遊んでるのは認めるけど、遊んで金稼いでるの認めるけど、楽して金稼いでねえかんな。ズルもしてねえし。だから何もやってないやつに何か言われたくないよね。で、文句があるんだったら、
俺と同じ土俵で文句言えよって、映像で文句言えよって、うんうん、あ、音楽やってんだ、大変だよね、本当に命がけだよね。いいものが取れなかった時一番悔しいの自分だからね。まあまあまあ凡人には分かんない世界だよ。考えてないやつには分からない。うん、音楽はやめたんだ。ツイッターとかでもさ、どの業界のプロもそうなんだけど、何かのプロを俺だからケイスケ本田なんて最もそうだと思うよ。世界で活躍して AC ミランの10番張ってる本田圭佑を叩いてるんだよ。わかる？俺あれほんと狂ってるなと思うよ。日本人、日本人というか大衆派のあいつら、 AC ミランの10番張る日本人がどんだけいるんだよって。で、本田圭佑が言ってることの方が正しいでしょ。本田圭佑を笑い物にしてるやつは何様だよって、本当に思うよね。本田圭佑に対して生意気だっていう人間、お前が一番生意気だわと思うもん。本田圭佑に文句があるんだったらお前がじゃあやれよって思わない？わかんない。もし命削ってやってなかったら仕事じゃないよ、どんなことでも。命削ってねえんだったらそれ仕事じゃない。そうそうそう、そう、命を使うことだから。使命とは命を使うことだから。そう、使命っていうのはミッション、ミッションを持ってる人間は使命を持ってる人間、命を使う理由がある人間でしょ。多くの人はコミッションで動くんだよ。金、コミッションで動いてる人間は俺は付き合わねえから。ミッションがある人間でやってるから。一生コミッションで動いてればいいんだよ。ギャラいくらすかって、それ生産性あるんですかとか言ってりゃいいよ、バカみたいに。俺は物を作ってるんだよ、つけないよ。俺は俺の作りたい作品を作ってるんだよ。何も作ってないやつに何か言われる筋合いはないよ。そう、それが表現者。評論が気取りでも何でも全然やればいいよ。どんどん惨めになるだけだよ、評論家気取りが。俺はどんどん上行くから、俺はどんどん上行くよ。
自分が納得するまでやるよ。もうやりきったわっていうまでやるよ。必要なものは全部手に入れるね。表現に必要なものはね。三社ゼロゼロ？三回社社部中になるのがわかる。行き詰まりやすい。あ、でもね、本当にね、理解して、やっぱ孤独だよね。もう本当に思う。孤独だなって。いや、孤独でいいんだけど、理解できるわけないじゃんっていう気持ちと、孤独だなっていう気持ち。すごいわかるよ。誰もわからない。俺を本当に理解できるやつは俺と同じやつだからね。そう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 。で、偶像崇拝でしょ、大衆派は。もう俺は偶像崇拝なんかさせないから。徹底したリアリズムだからね。一生偶像でも祀っとけと思ってるから俺は。俺は実像だからね。どんどん孤独になりたいよね。どんどん理解されなくなりたいよね。フォロワーはとことん大事にするけど、次は何作ろうかな。まあでも今楽しい時だろうね。何やってもうまくいかないから、どんどん作るしかないから。作れるようになっていったらもう多分俺飽きると思うんだよ。そんな気しない？なんか、ああもう作れるわってなったらもう多分モチベーション湧かないと思うから、今多分やり尽くさないとダメな時期だと思ってて、撮りたいものがたくさんある時期に一生懸命やらないと、多分モチベーションこなれていくにつれ絶対モチベーション下がるから、絶対作りたいものなくなってくるから、だから今多分一番熱い時だと思うんだよね。ああそうなんですか、人の骨を。なるほど。はあ、なるほどなるほど。レントゲン技師ってやつか。まあね、アートとは違くて人のね命に左右することだしね。ああなるほどね。今はだから何を勉強するのかで一生変わると思ってるの俺、本当に。っていうか映画撮ろうと思った理由もそこなんだけど、今俺が映画に取り組まなかったらもう絶対一生映画撮ることないって分かってたので、俺すっごい悩んだよ。要は俺の感覚ね、これ35歳までにやってないこと、手をつけてないことは35歳以降手絶対つけないって分かってたの。分かる？モチベーション湧かない、体力が湧かない、気持ちが続かないから。だから本当に映画撮りたいんだったら今踏み出さなかったらもう絶対無理だと思ったので、今は唯一配信でご飯食わせてもらってるから時間があるんだよ。で、時間が余裕がこれだけある中で今やらなかったらダメだよ。今めちゃくちゃ大事、今めちゃくちゃ楽しい。本当に映像一個一個が楽しくて楽しくてしょうがない。
1個取れるたびに感動があるし、1個上手くなるたびに上手くなってる実感があるし、まだまだその取りたいものが取れてるわけじゃないんだけど、確実に前に進んでる感じがすげえ楽しいね。上手くなっていってるのが分かるから、技術がついたりとか表現に近づいてってるのがよく分かるのよ、自分の中で。だからすげえ楽しいね、映像。この世界やってよかったなって思ってるもん。超好き。まだまだ覚えたいこといっぱいあるもん。俺が生まれて初めてなりたい職業が映画監督だったから諦められなかったの。だから配信も何もかも全部やってきたこと全てが映画を撮りたいの大改変だったの、俺は。今後の成果変わるだろうね。映画が撮れないからこれをやろうっていう大改変だった。だからもうやるしかないなと思った。33だし、今手つけておけばまだ気持ち続くし、まだ間に合うっていう感覚。俺言いたいことがある。言わなきゃいけないことがある。たぎってるよ、たぎってるよ。っていうか、なんでこれ延長できてるんだろう。なんで延長できてんだ。うん、岡村康之さんが分かんないな。うん、いやいや、全部がアートなんだよ、本来は。本来は全部がアートなんで、アートっていうのは生きる手段を指す言葉だから、もともとはどうやって生きていくのかっていう言葉を指す言葉だから。あ、延長するんで相手もお願いします。うん、アートっていうのは生きる手段だからね、自分が。いいね、ありがとう、のんちゃん。いいね、ありがとう。皆さん、延長代よろしくお願いします。バカありがとう、ゆたんたさん。ありがとうございます。ぬん、ありがとう。なんだろう、アイテムが表示されないときはあるんだよな。皆さん、延長代よろしくお願いします。KP ありがとう。KP ありがとう。あれ、延長の項目出ないな。ありがとう、風船45個ありがとう。ありがとうございます。パティシエとかシェフもアートだよ。全然アート。全然アートだよ。ありがとうね、ありがとうございます。ミュージシャンに尊敬されるミュージシャン。わかんないけど、多分あれじゃないかな、レントゲン撮る人じゃないかな。ありがとうね、シー君、ありがとう。サンキュー、アイテムありがとう。延長するんでアイテムお願いします。
あ、ハート5個くれた、シー君が。これで足りるかな。あれどうやって炎上すんだ、携帯配信わかんねえな、どうやって炎上すんだ。炎上、これできるかな、できたかな、電気グルーヴとかと一緒にやってた人の岡村康之さん、聞いたことないな。この梅酒うまいな。長屋シングルイヤー、長屋シングルイヤー美味しいよこれ。梅酒美味しいよね。お酒の中で梅酒すごい好きだな。梅酒美味しい。わかる。年かね。わかる。なんか物をインプットする欲求がどんどん減ってる。なんかね、心動くものが見たいよね。心突き動かされるものが見たいよね。だからそれがさ、喜びでもさ、愛情でも憎しみでも悲しみでも何でもいいんだよね。心突き動かされる、なんかもっとシンプルなものが見たいよね。うん。感受性大事だよね、すごく。うん。そう、何でもいい、どの感情でもいいから、なんか圧倒的なものを見たいよね、シンプルで。本物。素朴でシンプルなものが見たいよね。間違っててもいいんだよね。間違っててもいいからこうガーッとやっていきたいよね。ガーッと。血湧き肉を踊るものを作りたいね。血湧き肉を踊るもの。あ、わかるわかるわかる、すごいわかる。すっごい怖いよね。俺本屋に行くとそれあるもん。すげえわかるわ。すごいわかる。超共感する。怖いよね。本当に怖い俺。自分の感覚の問題なのかさ、どっちなのかっていう。すげえすげえ不安になるよね。すごいね、うん、怖いよね。感覚が変わるのが怖いよね。本当にその若い頃持ってたその社会に対する圧倒的な恨みとかなくなってきたもんね。だんだん
そういうのすごい大事だと思うんだよ、何かをやる上でのモチベーションで。世の中で起こることを憎んでたもんな、俺。今ないもんな、それ。多分一周回ったんじゃないかと思ってんだよね。要は古典ばっかり愛するようになったっていうの、年を取ったのか。俺は多分年齢的な問題があると思うんだけど、古典ばっかり見るようになってるっていうのはそういうことだと思うんだよね。だから若いうちになるべく手つけるもんだなと思ったもん。若いうちにもう欲求があるうちにバンバン消化した方がいいよ。金なんか全部使って。これがいいことなのか悪いことなのかだよね。俺はもっと欲をうまく使わないとね。PC はね、今見積もり出したのは50なんだけど、今日つくも電機に行ったらもっとコスト下げられるっていうふうに言われたね。だからそこは今リスナーさんと相談してる。50はかからないっていう感じかな、今。予算でどれくらいで組むのかっていうのをリスナーさんと一緒に相談しながらやってるかな。まだいくらの PC 買うかは決めてないよ。映像制作だね。作詞作曲はしないね。作詞作曲はしないよ。スイレいらないね。スイレいらない。スイレはカットだな。空冷でいこう。でもその時持ってる感情とか、その時持ってる強い感覚があるのはそこをぶつけるべきだよね。何かに消化しないともったいないよね。それ失ったらもう失ったままで二度と帰ってこないからさ。今持ってるものはぶつけないとなとは思ってるね。おやすみ。ゆたんずさん、おやすみ。また明日。ありがとね。まあまあ過去と同じことしたらダメだよね。それはダメだよ。二度手間だから。そうじゃなくて、持ってるものを消化していって、クリアしていって次行くっていう。ただ消化しなかったらただ消費しちゃうだけだから、その場でその感覚って二度と戻ってこないじゃん。だから作品に落とし込んでいかないとなぁとは思ってる。その時思ったこと。
その時持ってる怒りだったら怒りをバカーンってぶつけて作品に落として、で安らぎがあるんだったら安らぎをそのまま表現して、あでも破壊衝動は一番強い根源的な、なんだろう、若い時に一番持ってるものだよね。それをこう置き去りにしちゃったっていうのはもったいなかったなとは思うけど、絶対それはそれでいいものなんだろうけど、その時をやっぱ残さなかったっていうのはもったいないよね。俺はもったいなかったなと思うもん、それを残してないっていうのは惜しかったよね。もう帰ってこないかんね、それは。そう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 、何でもいいんだよね、何でもいいんだよね、何でもいい、音楽でも絵でも詩でも何でもいい、写真でもいい、もうそれは帰ってこないんだよ、二度と、二度と帰ってこない。でもその帰ってこない何かは誰かがループしてる可能性があるから、誰かが持ってるかもしれないから、誰かの気持ちを消化できるかもしれないんだよね、自分に似た誰かをさ。そうだね長いねまあ焦ってないよ、やれることを淡々とやっていくだけだから。ただまあ目標はないとね、そこに目標シェアしていかないと使わないから、だからまあ目標の提示だけはしておくよ、それが俺のスタイルだから。今あるもので全力を尽くしつつ、なるほどなるほど、あ作ってるよライトニングさん、毎日作ってる、毎日やってるよ、毎日やってる、あ治った治った、大丈夫だったよ、よかったよ、治ったよ、すげえ嬉しいよ。焦ったよね、2ヶ月でお釈迦かよと思って、治った、パーフェクト。ああ周りそばにいる人が支えないとね、天才を見つけたら周りがサポートしないと、そいつの才能が社会でうまくいくように。大体天才って呼ばれるやつは反社会的だったりとか馴染めないやつだから、理解できる人がいたら理解者がサポートしないとね、通訳しないとね。天才は孤独だから、
なんかね、新しい感情が欲しいよね。30過ぎると一周回るもんだね。だから何かを作る番なんでしょう、多分。もう十分受け取ったからね。与える番なんでしょう。おお、チャヨティこんばんは。アイテムありがとう。こんばんは。いいよね、好きだよ。うまいな、これ。アルコール強いんだよね。 15% なんだよね。結構強いよね、これ。パンケーキ？パンケーキ？退屈なんだよ、多分。
退屈なんだよ。で、鬱憤だけ溜まっていってんだよ。あの、消化する、感情を消化するのが下手。だからネットで叩くやつ探してさ。でも、根本的な解決ができないから、ずっと溜まり続けていって。で、病んでくんの。病気になって。病気になって気づかないの、もう。俺はだから救われたよね。その映画っていうものがあって。多分そのね、そういうシルバーだったり配信だったり表現やってなかったら、多分ね、誰か弱いもん見つけて叩いてるようなやつらになってたと思うと怖いよね、うん、ほんとかわいそうだよね、うん、そう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 、その感情、その要はね、あの弱いやつを見つけてさ、その弱いものに暴力振るってって、だからその虐待してる父親とか母親と何ら変わらないよ、うん、だからすげえかわいそうだよね。そうならなかったのが救いかなって、うん、なんかこう作品にぶつけようとしてるから、あー満たされない時ね、うん、ループしちゃうんだよね、ぐるぐる。でも本当はさ、何かをやるモチベーションになったりとかさ、自分を変えていく力になったりするって俺は信じてるかな、うん、それその力をうまく転化することによって次のステージに行って、どんどん自分を導いてくれるパワーに変えられる力が欲しい。俺は巨悪と戦うから、映画で巨悪と大衆、何も考えてない大衆が俺の敵だから、俺には仲間がいるから。経験者が何人かいるね。経験者っていうか、あの今現場バリバリの映像の人、うん、あ、延長するんでアイテムお願いします、延長するんでアイテムお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、アイテムお願いします。嘘じゃないよ、嘘ついてもしょうがない。ぬん、バーガーありがとう、ぬん、ありがとう、ぬんぬん、アイテムお願いします、皆さん延長したいです、みんなアイテムありがとね。ありがとね、みんなアイテムありがとう。のりこはすごい天才だよ、うん、のりこは天才だよ。のんちゃんと付き合ったから全部うまくいってるから、
延長代が足りない、延長したいんでアイテムお願いします。50ポイントかかります。だいたいバーガー5個分ですね。皆さんお願いします。アイテムよろしくお願いします。延長代お願いします。ありがとうネイシリアさん、ありがとう。いや延長代結構かかるかんね、1ヶ月で。延長代稼がないと50円マイナスになんで、皆さんお願いします。花火一発ボーンって上がるとありがたいんだけど、5000円よろしくお願いします。ダメかな、ノー延長かな。ノー延長でフィニッシュ。今日終わり、もう今日終わり。ありがとうありがとう、一発ありがとう、ペキコヌン、ペキコヌン、ありがとうペキコ、ありがとうございます。ペキコありがとう、延長します。ありがとう、ついでに PC 代も削ろうね。ありがとうございます。おや、ありがとうございます。じゃ最後の延長にしようか、これが今日は。明日何の映像を撮ろうかな、どんな映像を撮ろう。ねえ、いい映画になるといいな。なんかみんながなんか受け取るような映画にするよ。あ、病気だなって思う映画だよね。あ、和道って本当に心に深い病を抱えてるんだなっていう、トラウマ級の映画作るから。あ、こいつやばいなっていう、映画がなかったらこいつなんかやってるなっていう、もう体験したものしか描けないからね。もう感情全部置いていくよ、30年間、まあ、35までに感じた何かを全部置いていくよ。俺の悲しみとか怒りとか憎しみとか全部置いていくね。怒りだよね、ほんと怒り、ぐっ、ゴミだなこいつ。
期待しちゃった？期待し始めちゃった。わかんないよ、その、なんだろう、ペキコに何か感じる映画なのか。俺の中ではさ、その描きたいものがあるだけで、それがね、ペキコに当てはまるかどうかはわかんないから、見てくれてる人に。ただまあ誰かがハッとなんか感じ取ってくれたら嬉しいなと思うけど、俺の映画は俺そのものだから、俺が作る映像は俺そのまんまだからさ。俺も楽しみ。気長にね。人生長いね。そう。楽しくね、暇つぶしは最高に楽しくだから、血湧き肉を踊る人生。のんちゃんかわいいね。 のんちゃんかわいい、みんなのアイドルのんちゃんだから。のんちゃんすげえかわいいよ、大好き。いいでしょう。家にいいでしょう。のんちゃんの絵ね、のんちゃんの絵映画に入れるから。のりこの絵は映画に差し込むから。いいじゃん、いいじゃん。一緒に作る映画、スタッフ募集してるよ。一緒にやるかい？一緒に作っちゃうかい？スタッフ募集してるよ。人が増えればできることの幅が広がるからね。今は人だよ。やりたい、本当にやりたいなら来る。いや、本当に人であればあるほどいいから、やりたい人声かけて。月1新宿でミーティングだから。そうだよ、募集してるよ。今結構集まってきてるよ。関西はちょっと厳しいね。いいんだよ、埃を払ってあげればいいんだよ。熟成されていい味出してるかもよ。撮影自体はもう1年後ぐらいだね。今は脚本とかスタッフでみんなで作っていくっていう、人集め、金集め、技術を確認し合って脚本練り上げてる段階だね。撮影自体はだいぶ先だね。でもなんだろう、
セット組んだり照明組んだりお茶とかメイクとかもうとんでもなく人手が必要。それがねすごい大変なんだよ。人手はあればあるだけありがたいし、逆に脚本読んで感じた感想とか言ってくれるだけで、あじゃあここ変えようとかになるから、まあ月1回集まれる人だったら未経験でも全然構わない。今を作りたいよ。みんなそういう気持ちで作ってるよ。当たるなんてアイテム投げたこと一回もないよ。投げてないよ。いや金払わない人は見れないよ。映画館で上映するからね。応援アイテム投げて応援してくれる人に文句言われた試しがほとんどないかな。いいんじゃない、別に金払ってみる分にはいいんじゃない。 P 様いらっしゃい、 P 様いらっしゃい。のんちゃんいないよ。コメント欄にいる。ここにはいないよ。のんちゃん好き、ありがとう。癒される、ありがとう、嬉しいよ。のんちゃん YouTuber になったから、俺の YouTube でのんちゃん出てるから。俺の YouTube 見てごらん。俺の YouTube にあののんちゃん映ってるよ。俺の YouTube チャンネル登録して。ありがとう、ピー様。うん。俺の YouTube でやってるよ。ピッキー見てないの？俺の YouTube。チャンネル登録してよ。ピー様も俺の YouTube チャンネル登録して。のんちゃん最近出まくってるから。うん。全く言わないね。のんちゃんは俺に。なんか文句言ったりしないね。全然しない。デート見といて、放送終わったら。うん。
ね、欲しいよね。いいよね。俺もパソコン欲しいよ。イエローハーツ。いらっしゃい。おやすみ、カメオさん。そうそうそう。いい加減って言われたもんね。なんか子供の頃からだし、今さら言われてもな。はい。なんでケチつけるんだろうね。いや、できてると思うよ。いや、できてると思うよ。のんちゃんは。俺はのりこはすげえいい女だと思ってるよ。怖いね。怖いね。まあバカかな。クレイジーだね。いえ、5分ぐらいほっといたらいなくなるよ。ほっといていいよ、Bさん。ほっといていいよ。すぐいなくなるから、こんなの。ほっといていいよ。野獣馬みたいなもんだから。のんちゃん次いつ来んだろう。のんちゃん聞いてみ。のんちゃんいつ来んのって、和田さんちって聞いてごらん。入れ替わった。近くだよ。いないだろうね。あ、そうなんだ。近所なんだ、Pさん。明日来る。うん。来たいときおいで、のんちゃん。来たいときおいで、のんちゃん。会ったことないと思うけどな、Pさまに。俺全然わかんない。のりこいた？そのとき。男女 P 様、ね、ローソンで会ったことなんかないと思うよ。女、いや会ったこと、のりこいた？その時俺に会った時何の話した？てかいつよそれ。何年前。俺ローソンで話しかけられたことないよ。聞いてねえな。うん。何の話した？何年前に会ったの？のりこはいた？その時。
までローソンで会った、え、話しかけてないんじゃないのそれ。俺話しかけられた記憶ないよ。うん、いや俺結構覚える方だよ。何年前よ、全然わかんねえな。どんな人だろう。なんかレゲエのお兄さん、レゲエのドレッドヘアのタトゥーバリバリの人にワド君って言われたことあるけどね。ワド君マジ頑張れって言ってわーと思ったけど、すっげードレッドヘアでめちゃめちゃイケてるファッションでタトゥーバリバリ肩まで入ってて、ラッパーみたいな、レゲエアーティストみたいなのにワード君俺リスナー頑張って言われた、マジ頑張れっつってなえっ、ー、と思って、ノリコと俺キャトーンだったよ、ありがとうございますって言って、あれは多分 レゲエアーティストだね。そうだね、6000円だね、レゲエアーティストだよあれ、わかんないけど高円寺系男子に声かけられた、あれは多分高円寺に帰っていくんだよ、中野坂上から、そうに決まってるよ、うんうん、びっくりしたね、ドレッドヘアの人にまさか和道リスナーがいるとは。いや、いろんな人いるよ本当。おっさんだと思ってたら、なんだろう、見積もり、だから花火良くないよ、花火はみんな匿名で投げるのそれだよ、うん、いや多分50の買わないね、うん、今相談中だね。おとといドスパラで50万って言われたんだけど、つくもに行って今度はまだ予算下げられるって言ってたから、うん、ぶっ飛んでんのかな、うん、まだわかんないね。まあ20万ぐらい貯まってから考えようかなと思って、うん、そう要は花火俺にも投げてねっつって、配信者がフォローしてるでしょベッキー。要はここにロムってるハイエナみたいな配信者にロムられたはずなんだよ、春日配信者に。要は俺の花火師狙ってんのよ。どれの深夜食堂じゃない、大丈夫、どれの深夜食堂じゃない、フォローしたの。誰にフォローされたか言っていいよ。あ、大丈夫、どれの深夜食堂じゃない、よかった。 DM 来るからね、僕の枠にもぜひ遊びに来てくださいって。んー、いやらしいよね。一応ねドスパの店員には予算20万っつったんだけどね、予算20万で、で、なんだっけ、ダヴィンチリゾルブ動くのでなんか組んでくださいっつったんだけどね。あ、よかったよかった、大丈夫か。ドレさんから DM 来たってよく言われるからね。いるいる、全然いる。それは配信者じゃないよね、自分の配信で人を呼ぼうとしてないから。やっぱ面白いことやっていかない、長く続かないよね。だからトークとか人となりとかでさ、フォローしてもらった方が長く続く。だから人様のなんか畑に手出して盗んでこうみたいなのはすぐいなくなるよ、2年ぐらいで。
な、花火が目的ですって言ってるのと一緒だもん。花火投げる人にしか興味ありませんって言ってるのと一緒だよ。匿名で投げる人多いよね。俺は別にどっちでもいいし、なんかもうそういうことやってるやつが悪いと思ってるし、そういうなんかハイエナみたいなやつが悪い。オッケー、ありがとう。ネオズドウありがとう。そうだよ、魂こもってんだ。ではみんな花火投げてくれる人はそうだよ、気持ち強いよ、うん、みんなにも生活あるんだから。花火高えもん、命がけの一発よ。だから俺は今度から花火のことをメガンデって呼ぼう。キラーマシンだったら仲間にしてもよかったんだけどね。いや、うち今キラーマシンが3体いるから、うん、ちょっと役不足かな。スライムはいいや、うん、リアル食費2日分って1日500円かよ。もっともっといいもん食えよ、うん。花火レベル99で灼熱覚えるかな。レベル99まで育てんの大変だな。アイテム火起こしかもらったことない。まあ長く続けて自分の放送面白いって言ってくれる人は現れたら絶対アイテムくれるよ。頑張りなよ、うん、引っ越したんだ。ならねえよ、スライムはスライムだよ。ならねえよ、ドラクエ進化性じゃねえからならねえよ、うん、スライムはスライムだよ。スライムはスライムだから。レベル99になって感動はあるかもしんないけど、でもうちキラーマシーンとかいっぱいいるしな。スライムナイトとかキラーマシーンとか強えのいるから、いいや、スライムはいいや。スライムは寂しそうに去っていったありがとう。明日も動画撮ろう、カメラ直ったから。明日動画撮ろう、ありがとう。寒くないね、うん、まだいんのかよ諦めろよあれよ、これからもよろしくね、両方だね。はぐれメタル欲しいな。花火をいっぱい投げてくれるはぐれメタルが欲しいね。
のりこの家でかいだろう。ペコとさか元気だよ。セフィゾー、ほんと、お前がスライムナイトだから。手ごわかったけど、セフィゾーは手ごわかったけど、パーティーに入れたらめちゃめちゃ煽り強えっていうね。セフィゾー今スライムナイトでスライムバッシリ切ってるからね。スライムにグランドクルスはダメだよ。スライムにグランドクルスはダメだよ。絶対嘘だよね、のりこの近所。スライムになんかビッグバンとかギガスラッシュとか 大ダメージ与えてる。 バシューンっつって スライムにイオナズンとかもったいないから。まあ、グリーンガムの鞭でパシャってなぎ払えばいいんだ。 パシュッパシュッパシュッつって。 パシュッ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 つって。いや、いらない。ルイーダの酒場行きだよ。ルイーダの酒場行き。 ルイーダの酒場、あ、まだこいついたんだっつって。見つめてるとか言って、今日一番のコメントだよね、セフィゾーの。会心のコメントだよ。会心の一撃。聞いちゃったの。思いっきり入っちゃって、急所に。ナイスだよね。じゃあみんなありがとう。さっきも言ったけどね、 YouTube のチャンネルに、僕と僕の彼女の、YouTube の映像作品たくさん上げてるんで、映画が気になる人はね、僕の YouTube チャンネル登録してください。映像作品たくさんあります。見てください。のんちゃんが売ってます。いい日、いいって。もう枠終わるからいいよ。いいって。花火とかいいって。いいって。もう終わるんだから3分で。いいんだって。花火は気持ちだから。いいって。気持ちだから、花火は。ね。みんなの生活の方が大事だから。いいって。最後ぐらい。花火くれなくて。いい、あげた気持ちだけ受け取るから、みんなの。いいんだよ。花火はみんなの気持ちだからね。みんなの。いいって、もう3分しかないんだから。分かったよ。分かった、いいって。みんなうまいものでも食ってよ。いや、みんな食べてよ。いいんだよ。いいから。なんかちょっとお小遣いある時。
いいって、本当に本当に大丈夫だから、大丈夫だから大丈夫だから、うん、まあでもちょっともらったら助かるけど、うん、ね、いいんだよ、いいんだけど、まあ、ちょっともらったら助かるけどね、うん、うん、まあみんな本当にみんなが幸せになってくれたらそれで俺はいいと思ってるから、うん、みんなの笑顔が俺の笑顔だし、うん、みんなの幸せが俺リスナーさんのために生きてるから、うん、だから花火は本当気持ちだと思ってる。いいんだって、もう1分しかないもん、明日もまた来てくれればいいんだって、うん、毎日見てくれることが応援なんだって。わかる？コメント書いたり、おやすみ。おやすみなさーい。はい、おやすみなさーい。お疲れ様でーす。おやすみなさい。まあ、YouTube にね、映像作品あるんで見てください。お疲れ様でーす。おやすみなさーい。で、だからもういいって、花火とかアイテムとか最後だから気持ちだからとかいいんだって、いいって、アイテムは気持ちだから、俺いいんだって、俺のこと好きでいてくれたら、お金じゃないんだって、いいよ、気使うなよ、いいんだって、いいんだって、明日でいいよ、明日、じゃあ気が向い、明日、明日にしよう。なんだこいつら、寝よ、もう。なんだこいつら、うん、おやすみ、なんだこいつ、バグありがとう。